どうも、岸田大輝です。今回ですけども、先日ね、ブラックフライデーと SS のね、立ち上がりがあったので、そちらで購入したアイテムをご紹介していきたいなと思います。今回はですね、ファーフェッチさんで購入させていただきました。早速見ていきましょう。まず1点目、こちら見えますか。めちゃくちゃ可愛い JW アンダーソンのこういった小さな袋に入っております。多分ね、ファーフェッチで購入したんですけど、イタリアの直営なのかな、からこう届いてきましたね。今回は小物になってます。ということで、今回購入した商品がですね、こちらです。今回はコインケースをね、購入しました。なんと今回 20SS から JW アンダーソンが革小物をね、制作したということで、なんやこれと、聞いておらんぞと思って、ついつい立ち上がった瞬間に購入したアイテムとなってます。ということで、ちょっと詳細の方をね、一緒に見ていきましょう。ちなみにこれ、このね、サイズのアイテム以外にもポーチで、ミディアム財布で、カードケースなどね、ありました。ちなみにこちらお値段がね、25,000円です。 JW アンダーソンってこう、革小物とか小物のアイテムもバッグとかもすごくね、値が張るアイテムが多い中、すごく手に取りやすい価格帯なのかなって思ってます。これからね、クリスマスとかこうプレゼント渡すシーズンが増えてくると思うんですけど、そのアイテムにもね、めちゃくちゃもってこいのアイテムじゃないかなと思ってます。ということで2点目、行きましょう。で、2点目なんですけども、こちらがね、25,000円で、あのファーフェッチだと送料無料まだ3,000円ですみたいな、送料4,000円かかりますじゃないとみたいになって、あ、だったらなんかもう1点買った方がいいかなと思って、で、そのタイミングがちょうどブラックフライデーだったんで、セールで、そこから 30% オフって言われててじゃあ買うしかねえなと思って買ったアイテムです。それがですね、こちら JW アンダーソンですね、19AW のロンティーです。はい、前面にプリントです。背面もこういうプリントが入ってます。こちらちょっと着てみます。はい、ということで実際に着てみました。まあ、前面のね、プリント、すごく大胆にこう顔をこうフォーカスした顔面に近づいたプリントなんですけども、イギリスの詩人のプリントみたいですね。で、後ろも刺繍、その詩人の方の刺繍の一部がプリントされています。個人的にはね、この後ろのね、バックプリントがかなり気に入ってます。だからこれがね、見れる季節になるのがね、すごく楽しみかなと思いますね。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回ですね、まあ、ついつい、まあ、SS の立ち上がりとブラックフライデーが重なって JW アンダーソンの、アイテム2点購入してしまいましたけど、またね、12月、1月とどんどんこう新作がね、立ち上がってくるので、すごくそちらのね、楽しみだなと思っております。ということで、本日は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。